アフリカ大陸の歴史的な地理区分。赤と水色が中世から近代にかけて、スーダンと呼ばれた地域に該当する。スーダンは、中世から近代の北アフリカ及びヨーロッパで、西アフリカから東アフリカに至るまでのサハラ砂漠以南、かつイスラム教の影響下にある広い砂バナ地域を漠然と指して使用された地域名称である。現在の国家としてのスーダン共和国及び、 南スーダン共和国は近代までの地理概念のスーダンの東部にあたり、日本の学術分野では特に国家としてのスーダン共和国と区別するために歴史的スーダンの故障が用いられる場合があるが、アフリカ史では単にスーダンとだけ記されることも少なくない。英語では地理概念としてのスーダンザスーダン、またはザスーダンレギオンと呼び国家名としてのスーダンを スーダンと読んで区別している。地理概念としてのスーダンはアラビア語で黒い人を意味するあるスーダーンに由来する。この場合のスーダンは北アフリカのアラブ人たちから見て南に住む黒色人種の居住地域、つまりバイラットあるスーダーン、スーダンの住む地と呼ばれてきた地域のことを指すと考えて良い。つまりサハラの向こう側に広がるスーダン人の住む 大正公益で繁栄した豊かな地域とイメージされてきた地域のことであって、アフリカのギニア湾より南側は地理概念としてのスーダンには漠然と含まれていないと考えられる。スーダンと呼ばれた地域には多くの古代王国が攻防した。西アフリカ、西スーダンには8世紀の11世紀にかけてニジェール川沿いにガーナ王国が サハラ声の対象貿易の中継地として栄え、14世紀から15世紀に繁栄したマリ帝国、損害帝国も同じようにして繁栄した。また、同時期の中部スーダンチャドコ北岸にはカネムボルヌ帝国が繁栄した。これらスーダンの王国の繁栄ぶりは、北アフリカのアラブ商人やイスラム王朝の戦亡の的であり、場合によっては、嫉妬を引き起こしたとも考えられる。 そしてガーナ王国は1077年モロッコのムラービト町により滅ぼされ、損害帝国は1590年にやはりモロッコのサード町に攻め滅ぼされた。アフリカ分割によって西アフリカの広い部分がフランス領になると、その一部がフランス領スーダンと呼ばれるようになった。フランス領スーダンは1960年4月にマリ連邦が独立することによって消滅した。 現代においてスーダンと呼ばれる地域は中世から近代にかけてスーダンと呼ばれた地域の東部にあたる。この地域は1899年から1955年末までイギリスとエジプトが共同統治する英誇り領スーダンであったが1956年1月1日に独立してスーダン共和国となった。この際に成立した共和国は 現在の南スーダンを含んでいたが、2011年に南部十州が住民投票を経て分離、独立し南スーダン共和国となっている。南スーダンの独立後、従来から存在しているスーダン共和国を指して北スーダンと呼称することもあるが、南北関係を表す以外では北をつけずスーダンと呼称するのが一般的である。ありがとうございます。